さて次は関東を代表する管理釣り場での底釣りです。深場から静かに釣り上げる底釣りはヘラブナ釣りの基本です。いや、石井さん、この前の隣、あの豊田区は暑かったですね。特別な暑さだったね、あれ。そうでしたね、なんかあの12年ぶりの記録的なあの今年は暑さだそうですけどね、その中でも特に暑かったですね。やっぱり暑さについてんじゃないの今年は。そうですね。だけどよく釣れましたよね。そうですね。あのぐらい釣れて、まあ、ああいう景色の中で釣れるとやっぱ楽しいですね。本当に最高でしたね。やけにあの黄色いパラソルの人非常に多いんですけど、ビギって書いてある金ビギですか、どういう、まあ、あの関西の方で、2年前に管理系の専門の会ということで作ったんですけどね。今会員が120名。2年でですか。そうですね、120名ね。やはりあの関西の方で管理釣り場専門の会っていうと本当に最近見られるようになったような気がしますけどね。最近3つ4つそこそこの人数の会がねできてきましたけども。はい、石井さん、餌打ちメモリはどこですか。ね、二福祉なじました今の、あ、この黄色ですね。ええ、この黄色ができたところが餌打ちです。なるほど。岩井さん、これでどれぐらい上張りがついてますか。やっぱりあの自分の基本通りっていうか、餌落ちが出たところでスレスレに上がついてるっていう感じでやってますけど、はい、あの今日みたいにちょっと食ってるなと思うような感じでもこう唐津になったりしますよね、もう少しこうはわした方がいいとかそういうことはないですかね。それはありえるでしょうね、でまあ底釣りがこう去年あたりからね非常に見直されてるでしょう、まあダム湖でも底の取れるところ、まあそういうところをみんながね攻めるようになってるし、霊界の優勝の実績もあの底の取れるところっていうのはかなり出てるからね。そうですね、あのなんか最初はもちろんあの上の層を狙って、こう数するような体勢で大体入るんですけども、なんか最終的にはこう得が決まってというケースが多いですね、あの最近の例えばこう管理家の協議会なんかでもね、当然あのたくさん数入ると食いしぶりますよね、わずか1時間に、まあ、10枚から20枚ぐらいの枚数しか上がらないということは往々にしてありますよね、そんな時なんか案外得の方がそれだったら逆にコンスタントに。だからね、底釣りっていうのはね、特別飛び抜けた釣果を出そうっていうんじゃなくね、底釣りでまあまあ上位を狙おうっていうのが底釣りのような気がしますけどね。コンスタントに上げられる。コンスタントにね。そういうことですね。大崩れがないってことだ。あ、なるほどね。それとやはり昨年あたりから底釣り専用の家さんができましたよね、それでなんか非常に底釣りがこう簡単になったというか、簡単っていうかね、誰でも釣れるっていうところがね。そうですね、あの団子の底釣りっていい餌ですね。そうですね。今日は針は大きさは何ですか。針はね、イザムの5号。イザムの5号、だいぶなんとなく感覚として大きすぎやしませんか。針がですか。ええ、いや、底釣りだとやっぱりこのくらい、今の時期の底釣りじゃこのくらいが必要でしょうね。なるほどね。冬だったらやっぱり3号ぐらいの使うんだけど、やはり夏場だからね大きい方がいいですか。そうですか。だいたい5号ぐらい中心に考えたらいいですね。そうですね、5号、まあ5号以下ですね。その針の大きさね、今日はまあイザムの5号ということなんですけども、だいたいその大きさを選ばれる基準ですね、それをなんかちょっと教えていただけませんかね。基準っていうかね、ええ、やはりあの餌にもよるしね、はい、またあの時期にもよるし、ええ、そういうことでね、あの柔らかい餌を使うような時ね、はい、特に、はい、そういう時にはあの大きめにしていくっていうか、なるほど、針を大きくすることによって餌持ちを良くすると、はい、ね、柔らかい餌だからどうしても針が小さいと抜けるわけでしょ、はい、そういうことで大きくしたり ね、 なるほどね。あとやはりあの魚の肩とか、魚の肩、あと水深、水深、深いところに持たせるためにはやっぱり一回り大きく、はい、また浅いところでですね、あの、かっつけ釣りだとかね、そういう時には非常、今こんな針使ってますけど中釣りでもこの5号ぐらいを使いますよね、はい、5号4号、はい、あとは餌の種類にもよっ
ってね、とろろ昆布をつけたり、はい、またあの一発とかね、ああいうものをつけた時にあの、はい、針は小さくなるしね、当然、京井さん、イザムの号ということなんです。どうしてイザムなんですか。もちろん、まあ、イザムとプロスト、ね、2種類ありますけども、あのね、特にね、僕はあの、イザムの方が自分にあの合ってるっていうか好きなんですよ、形が、うん、形も好きだしね、はい、それとあとこの形っていうか、これただこんな変な形っていうか変わった形してるでしょ、この、ね、そうですね、ちょっと今までの一般的な形じゃないですかね、やはりこの形はやはりそれなりの理由があるんですよ、はい、そのまずね、はい、回転、まあ上げてくる時の回転、水中で回転して針っていうのは上がってくるもんなんですけど、はい、その回転数を抑えたっていうか、はい、その絡みね、絡みっていうか、よくパーマになるでしょ、ハリスが、それをなるべく抑えた形なんです。それそういうなんかこう力学的なことも考えてあるんですね。そうです、やはり軸とこのなんていうのかな、このカーブしてるところのね、針の懐、それがやっぱりそういう格好になってるらしいんですよね。それとね、やはり餌付けが非常に簡単、餌付けが簡単、はい、餌付けが早いしね、はい、それと外しやすいんです。外しやすい、ええ、あ、本当に外しやすいですね。外しいですよ。あ、なるほどね、だからね、競技向きですね、あ、やっぱりだいぶね、上から来てますね。もうどうしても興奮なんのはもうしょうがないところですね。やっぱりそれでもそうですか、やっぱり静かに馴染んでからっていうのがいいんですか。やっぱり早いところでね、切った場合にはどうしても餌上でついてる餌が中層にあるうちに餌を切っていくっていう感じになるから、はい、どうしても上釣りがきつくなっていくんですよ ね、 なるほどね。だからやはりじっくり待って当たりを取っていくっていうか、はい、小さいあたりのしっかりしたあたりを小さめのやつを絞り込んで取っていくのがやっぱり一番釣りでしょうね。なるほどね。これで西田さんね、釣りをやっててね、関東の池とやはり関西にもいくつか管理釣りがありますよね、どういうふうに違いますかね。やはりね、まあ魚の絶対数っていうんですかね、関西の方もだいぶ濃くはなりましたけどね、まだまだ違いますね。濃くなりつつあるっていうことですね。そうですね。それとやはりまあ池の設備から言うと、このいわゆる今日のこのオジンコのようにね、この水深がある池っていうんですか、それがやはり少ないんですよね。だから全体に浅い池が多くて、ですから浅い棚なんかはね、相当練習できるんですけどもね、この深い棚っていうんですか、提灯だとか、そういうやはり釣りがあまりする機会がないのでね、それとまあ全体的な設備、食堂であるとか、駐車場のね、広さだとか、そういうのはやはりまだまだ落ちる、劣るような気がしますね。はい。今度どのくらいの棚に一応なってるんですかね。一応空張りの状態でね、上張りが2センチずれてるという棚にしてるんですけど、2センチずれてるっていうことは餌落ちが出た時点で2センチずれてる、はい、そういうことですね、はい、やっぱり西田さんの場合は僕よりちょっとハーセ気味ですね。そうですね。よく勘違いしてる人いますよね、はい、この夏場だからね、底釣りでなんかスレスレで取って、まあ肩ずらしっていうんですか、そういうような感じで釣った方が釣れると思ってる人もかなりいると思うんですけどね、僕の思うにはやっぱり底釣りだからしっかりずらしちゃった方がノリがいいような気がするんですけどね。そうですね、私もそう思ってますね。西田さんの場合は針がなんかちょっとプロストですか。これは今日はプロストの4なんです。プロストやはりなんていうか形がこうオーソドックスって言いますかね、従来の針っていう感じしますね。そうですね。で、従来の針の、ややこう嫌な面というのをこう改良したっていう感じでね、なんか流れるようなラインでね。そうですね、私は好きなんですけど、西田さん一緒に来られた関西の方もよく釣れてるようですけど。そうですね、ダブルですね。ねえ、まあみんな本当にびっくりするんじゃないですかね。やっぱり来てよかったかね。そうですよ。それとまあ僕は今日底釣りしたんですけどね、やっぱりこういう池はないでしょ、だからこういうところに来ればね、こういう棚を釣りたいんですよね、できるだけね。本当に入れパクですよ。